今日はですね、戦前の日本と戦後の日本っていうのはちょっと違うっていう、そういう話をしたいんですけれども、現代において、戦後において、総理大臣がですね、どのように決まるのかっていうと、これは衆議院議員の多数決っていう、そういうふうなことになるんですけれども、では戦前においてどうだったかっていうと、これがですね、大正末から昭和15年まではですね、西園寺公望という男がですね、総理大臣を指名するっていう、そういうふうなことになっていました。西園寺公望というですね、たった一人の男が総理大臣を指名するっていう、なぜそのような奇怪な状況になったのかっていうとですね、大日本帝国憲法下においては総理大臣っていうのは天皇陛下が指名するっていう、そういうふうなことになってたんですけれども、天皇陛下がですね、直接総理大臣を指名してしまうと、指名された総理大臣が、なんかやらかした時にですね、天皇陛下の責任になってしまうっていう、これはまずいっていうことで、元老の人たち、元老っていうのはですね、明治維新の元君たちがですね、集まって天皇陛下にですね、この人が総理大臣にふさわしいだろうっていう、そういう人を推薦してですね、その推薦された人を天皇陛下が認可するみたいな、そういうようなことになっていたんですけれども、大正に入って伊藤博文であるとか山縣有朋であるとか、そういう人たちが、そういう明治維新の元君たちがですね、次々と亡くなっていって、最後に残されたのが西園寺公望っていう、そういうふうなことになったわけなんですよね。そしてですね、この当時ですね、西園寺公望が総理大臣を指名していたっていう、そういうふうな15年ぐらいにわたって、西園寺公望が総理大臣を指名していて、当時の日本の多くの人はですね、これを不思議に思わなかったっていう、そういうふうな歴史的状況、歴史的雰囲気、日本の雰囲気みたいな、そういうのがあるんですけれども、この点を取ってみても、戦前の日本と戦後の日本っていうのは、ちょっと違うっていう、そういうふうな、パラレルワールド的な日本が戦前にはあるみたいな、そういうふうな感じになると私は思うんですよね。ですから、現代の左翼がですね、太平洋戦争について、日本はですね、順調に発展してきたのに、太平洋戦争の時だけ軍部がですね、暴走して、日本がですね、間違った戦争に突入して、あのような大惨敗を喫してですね、戦後は民主主義に復帰してですね、日本は再びですね、あのような間違いを繰り返さないみたいな、そういうふうな歴史観っていうのを持ってるんですけれども、これってですね、戦後の価値観を戦前に押しはめて、あの太平洋戦争の原因を類推しているだけの話であって、これある種のですね、歴史を簡単に考えすぎた結果、陰謀論的なものに落ち込んじゃってると思うんですよね。あの戦争はですね、軍部の暴走だったと。じゃあ軍部の誰なのっていうと、例えばですね、東条であるとか、武藤明であるとか、そういう人たちが悪いんだみたいな、そういうふうな陰謀論的なものに落ち込んでいて、それに反論するような右翼の人たちも、いや実はそうじゃないんだよっていう、アメリカが悪いんだよって、ハル・ノートが悪いんだよみたいな、戦前の日本をですね、戦後の日本にと同じであるっていうふうに仮定してですね、あの戦争の原因を考えてしまうっていう、総理大臣の決まり方からしてですね、戦前と戦後っていうのは全然違うわけで、似てるようだけれども違う日本がかつてはあったみたいな、そういうふうな、同じ人間だけれども、戦前と戦後ではですね、中身がちょっと違うっていう、そういうふうな、パラレルワールド的なところを少し考えるとですね、あの戦争について考え方が、ちょっと深まるんじゃないかっていうふうに私ちょっと思ったりしています。今日の動画はですね、戦前の日本と戦後の日本っていうのはちょっと違ってですね、戦前の日本には戦後の日本とはちょっと違うパラレルワールド的な世界がそこにはあったっていう、そういう話でした。では失礼します。